やっぱり確信が持てないまま音楽を続けてる人っていうのは、多分そういう震災が起きた段階で自分のやってることに自信がなくなっちゃう人が多いと思うんだけど、自分はやっぱりどんなことが起きても誠心誠意音楽を作るっていうことを生きがいにしてるわけ。それも先ほどの質問と一緒で、まあ、自分の住んでいる場所だったりとか自分が行っている場所、そういうものっていうのがまあ一番自分にとって大きな影響を与えているし、まあ、それを素直に作品に落とし込もうとしているので、そういった意味ではまあ自然っていうのは非常に大きな影響あります。であと、まあその同じようなところに行っても日によって毎回違う表情を見せてくれるっていう、そういうある意味で捉えようのないところっていうのが非常に大きな魅力だと思ってます。なるべく、まあ、今まであったものとか既成のもの、というものからちょっとはみ出すようなものを作ろうとしているということがまず一点だと思うんですけど、あとはそうですね、なんだろう、特に変わっていません。震災や原発を芸術にしようなんては思ったこともないですし、それにまだ何だろう、僕自身自分の中で 3.11 以降、故郷への気持ちの整理ができてないし、震災原発を題材にして生半可な気持ちで曲を作ることができていないです。出るような感覚になりました。だからその自分というのはないって乗り移る、その見えない力で、like too much melodies, too much BPM, too much young girls. I guessNow in Japan, so many things is too much. まあ本当に日々の生活の中でいろんな人と触れ合ったり、いろんな場所に行ったり、まあその場所の空気だったり自然だったり、多分自分の身の回りのものすべてに影響を受けてるんだと思います。家族ですね、家族と過ごす時間や場所。